こんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日のテーマはアキレス腱、足首ですね。足首を細くするマッサージをお伝えします。まず椅子に腰掛けてください。そして、ベッドでもいいんですけど、何か台を置いてください。で、足首を台に置きます。ちょっと下げますね。足を出し、台に置きました。で、こう開いて自分も足首に向かうようにしてください。で、使う場所は手の小指側もしくはグーでもいいです。で、ちょっと痛くなければ試してほしいんです。ちょっと見えにくいですね。はい、これで倒してください。もしこういうようなね、クッションになるようなものとかタオルをこのように何重かに折りたたんで足に置いておくと痛みが少ないです。はい、こうしときますね。で、こう手のひらのこことか、ここも使いますね。こういうふうに押さえて離す、押さえて離すようにしてください。外側はね、難しいんで、外側よりも内側で処理します。で、この時もし痛ければタオルを当ててください。こんな感じでタオルを当ててゆっくり押さえて離す。結構これ動きますので、ここへ力入れなければね、こう反らしたりしなければ動きます。で、落としった方は硬いので、どうしても硬い、こう力入れなくても力が入ったようになっています。その時はもうね、念入りにやるしかないです。早くせずね、ゆっくり1,2,3,4,5 で離す。また1,2,3,4,5で離す。で、別にこれでも構いません。場所によってね、足が伸ばせばここでもいいし、この方がやりやすいんで、ここでやってください。で、この時にかかとの骨をね、触らないように、あくまでもこのアキレス腱、足首ですね、をしっかりやってください。で、このふくらはぎの内側がここのアキレス腱になってるんで、こっちの方も緩めていくといいです。この時は同じようにこう手のひらのこの柔らかいところで緩めています。こうやって触っていくとね、硬いところがあるので、どうしてもこうグリグリしたいと思うんですけど、それはちょっと我慢してください。で、この動く筋肉に関しては右に回りでこう緩めていきます。場所によってはこうアキレス腱の方にピーッと何か電気みたいなのが走ることがあります。それは別に神経を触っているわけではないと思います。筋肉のトリガーポイントであるとか、モーターポイントとかいう反応がある、ツボがあるんですね。ツボみたいなものがそこに当たるとそういった反応が起こります。骨の際にね、たくさんそういったツボがあるんですが、今回はこうアキレス腱を緩めるので、この筋肉に対して行っていますから、ツボのことはあまり意識しないでいいと思います。で、ここはね、強くしたら絶対に後残りますので、もう痛みを感じない、心地よい痛みだけ、痛気持ちいいもなし、心地よいだけですね。その強さ加減で行ってください。で、またこの弾力を見ます、ね、緩んできたなと思ったらもうそれでおやめにしておいてください。はい、この外側はつまむだけです。よいしょ。外側はつまんでこのようにこうね、上げといてやるとか、足を踏んで反対の足で手でこのように揺さぶるだけにしてください。揺らすだけにしてください。揺らすときは親指と人差し指と中指を3本、もしくは薬指を入れてこのように使います。こっちの方が強すぎるんでこっちが負けてしまいますからね。同じように指をシャッと締めてこのように揺らすだけ、
この時あの皮膚を引っ張ったら痛いし、つまみすぎるとアキレス腱しびれますから、ここはあの神経もあの動脈も入ってますから、あまり強くしないように、このままこのまま揺らす感じ、こうかな、こうかな、このまま揺らす感じ、このまま揺らす感じです。こうね、つまむとこうですよね、形が違いますよね。つまむのと挟むのとは違いますね。挟んだままこうつまんで、こう暴力的なことはやめておいてくださいね。あくまでもフィットさせて、そのままこれに揺らすだけです。で、骨は絶対に触らないようにしてください。あと残りますからね。はい、はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、あのお腹が出てる人とか腰が痛い人はやりにくいかもしれません。でも、まあ、あの家族がおったらこの動画を見てもらってやってもらうという方法もあります。 できたら痛くなくね、自分でやってください。で、若い女性もあのお年寄りの注意も言いましたけど、若い女性はヒールを履いてたらどうしてもあのアキレス腱の方は硬いと思います。ですから念入りにあのしておいた方が、後々ね、いい、あの引き締まったふくらはぎ、足首に、作っていく上で大切なことになりますので、念入りにね、1回で終わらさずに毎日、もしくは確実とかね、続けていくことが大事だと思いますので、ぜひね、それ生活の一部に取り入れてみてください。